ドニエプル側から見たキエフペチェールシク大修道院キエフペチェールシク大修道院は、ウクライナの首都キエフのペチェールシク地区に位置する、キリストのリマサ教会の大修道院である。大修道院内の一番大きな大聖堂である生、新女終身大聖堂。第二次世界大戦中の1941年、キエフがドイツ軍の支配下にあった時、 ソ連の NKGB のスパイが大聖堂を爆破した。戦後、この事件はソ連のプロパガンダによってナチスドイツによる文化遺産の崩壊の一例としてナチスによる蛮行であると歪曲され事実は隠蔽された。大聖堂はソビエト連邦の崩壊後、独立ウクライナ政府の支援によって再建された。キエフ大公国の時代1051年に キエフの郊外に建立された。中世から近世にかけて、ウクライナの宗教、教育、学問に大きな影響を与えつつ、様々な政権と争ってきた修道院である。現在、大修道院の敷地は、キエフペチエルシク歴史文化国立保護官の管理下に、ある部分と、モスクワ総主教の非護下にある、ロシア正教会系のウクライナ正教会、 モスクワ省庁が管理する部分とに分かれている。モスクワ総主教庁系ウクライナ正教会、モスクワ省庁の現在の指導者は、ボロディームイル・サボダンフ主教である。ロシア連邦政府と近いモスクワ省庁は、クリミア危機、ウクライナ東部紛争以降、ウクライナ正教会独立を後押ししてきた、ウクライナ政府と対立関係にある。大衆動員は2018年11月。 モスクワ省庁幹部が像を煽る発言をした容疑で、ウクライナ治安機関の捜索を受けた。キエフ・ペチェールシク大修道院は、聖ソフィア大聖堂などと共に、キエフの聖ソフィア大聖堂と関連する修道院軍及びキエフ・ペチェールシク大修道院の一部として、1990年に世界遺産リストに登録された。ペチェールシスク大修道院の近景。ありがとうございます。